こんにちは。地元の静岡大学の河瀬と申します。第一部で皆さんだいぶ満足されたかと思うんですけれども、私のは総括講演というよりはむしろさらに総括というよりはさらにちょっと問題を広げていくかもしれませんけれども、1時間ぐらいお付き合いいただきたいと思います。で、私の役割は一つにはちょっと私は大阪前の大阪育ちで、ちょっと商売の話からさせていただきたいんですけれども、当研究所 の, 自治体研究所というところから文献改革と地方財政という本を去年出版させていただきました。で、今日はちょっとこの本をちょっと販売しよう、買っていただきたいということもございまして、少しこの本のエッセンスなんかも交えながら総括講演させていただきたいと思います。で、1時間ぐらいしかちょっとお時間ありませんので、今日お配りしました資料の24ページから10ページ余り書いてありますけれども、少し一番で話をさせていただきたいと思います。で、今日はちょっとパワーポイントの方をご用意させていただきましたので、だいぶ第一部でお疲れかと思いますので、ちょっとぼっとパワーポイントも見ていただいて、いろいろこういうことがあるのかって考えていただければと思います。で、話の中身はこの通りで、少し国際局から見たちょっと大きな日本の課題という話を少しさせていただいて、でその後文献改革、この10年間何が起こったのか、そして後半部分で地元静岡の市町村合併によってどういう影響が出たのかという話をして、ちょっと終わりに結論に変えたいというふうに思います。で、ちょっと前半部分は先ほどのコーディネーターの笠木さんのご意見もありまして、少しにして後半部分の事例の方を多めに話させていただきたいと、多くの時間を流していただきたいと思います。で、まずちょっと大きな話からなんですけれども、大きく分けて経済学というのは、私は地方財政、財政学が専門なんですけれども、2つに大きな考え方があるかと思います。で、1つが政府の失敗への批判、とことんも小さな政府論を追求するという考え方と、でもう1つが市場の失敗への批判ということで、公的な役割というのを非常に重視するようになったんです。で、特にこの10年間ぐらい、新自由主義的な政策の流れが非常に強く出てまいりまして、小さな政府への志向が非常に強かったということで、所得の格差が非常に拡大をしたり、地域の格差が拡大をしたり、地方切り捨てと呼ばれるような事態が非常に全国的に進行したわけです。で、その中でワーキングプアも拡大をした。で、現在相対的貧困率って呼ばれる真ん中の人の所得の中位所得の、半分以下の階層がどのくらいだろうかということを示した数値で見ますと、 OECD の所得の中で日本はアメリカに次いでワースト2、非常に格差の大きな国になっているわけです。で、しかも格差が大きい。で、それに加えてこの今年3月に起こった東日本大震災、福島第一原発の事故を受けて、非常に新たな課題も山積されている。で、加えて消費税増税をめぐる問題がある。こういった問題について少し国際比較から見た日本の課題というのを浮き彫りにしたいと思います。で、よく消費税増税の論議なんかでも言われるように、日本も非常に高い借金が抱えている。事実は事実で、この10年余りの間、非常に諸外国に比べるとものすごい勢いで増えてきたのも事実です。GDP の比率にしますと 180% というような状況になっているわけです。ただリーマンショック以降の増え方という面では、このイギリスなんかと非常によく似たような増え方、財政が非常に大きくなってきている。で、一方、日本はよく土建国家、土建大国ということをよく言われてきたわけです。で、この20年間ぐらいのデータをちょっと見てみますと、このちょっと消費税が
導入が始まったのが89年で、その頃からものすごい勢いで公共投資が拡大をします。で、まあ、90年代の終わりからも2000年代にかけては諸外国に比べると2倍から3倍ぐらいの非常に高い公共投資が行われ続けたわけです。これ用地費を除いてますので、用地費を入れるともうちょっとまだ増えてくる数字かなと思います。で、まあ、その中で、まあ、どういうところに多いのか言いますと、公共投資の中で依然として幹線道路の比重が大きい。で、まあ、空港はわずかなんですけど、あとで静岡空港の話なんかもさせていただきたいと思います。またあと下水道なども非常に大きな公共事業の一つになっています。で、そこで2009年にちょっと静岡空港開港されたわけですけれども、今日全国からいろんな ところからお見えになったかと思うんですが、静岡空港使われた方おられますので、ちょっと手を挙げていただけます。まあ、ほとんどおられないということで、総事業費1900億円かけて、計画が1986年頃からあった計画、空港がようやく開通したわけです。で、現在年間の赤字額が16億で、利活用を進めるためにということで毎年40億円ぐらいずつ県の財政から投入をされています。で、最初は178万人ぐらいの需要があるのではないかと言われていた空港なんですけれども、まあ、実際には3分の1以下です。毎年去年が50万人台ですかね、一昨年で、その次の年が40万人台で、ちょっと毎年10万人ぐらいずつ利用客も減ってまして、で、私は静岡大学の数人 の研究者チームと中日新聞社で県民、静岡県民の意識調査をしたことがあるんです。アンケート項目は非常に多岐にわたるんですが、その中でちょっと空港を利用したことがある答えた人は県民の 9% でした。で、税金投入をやめて、まあ、実質的な完全民営化すべきが 51% で、作ったばかりの空港を廃校にすべき、私はちょっと自分でアンケート作っててびっくりしたんですけど、 39% もこんなに県民から愛されていない空港もないかなと思うぐらい 39% もあったわけです。で、ちょっと地元でだからで、ね、ちょっとすみません、皆さん今日はこの駅からアクトシティにもいらっしゃったかと思うんですけれども、まあ、迷われた方おられると思うんですね。で、ちょっと駅前には非常に大きな施設なんですけれども、これが作られたのがちょうどバブルの時です。ちょうど国鉄が民営化になるあたりですね、ちょうど国鉄跡地を市が払い下げを受ける形で土地をご取得をしたわけです。そして1990年というバブルの再興の時なんですけれども、この未利用地をどういう形で再開発するのかということでコンペにかけました。で、コンペにかけて、ごめんなさい、かけて大きなゼネコングループ3つのグループが参入をしてきたわけですね。で、その3つのグループの中で落札したのがこの巨大企業グループ第一生命三菱地所、竹中工務店、鹿島建設で、隣の方でロープが入ってますけれども、こういった巨大企業グループが作った設計で落札をしたわけです。で、総事業費実に1300億円です。土地代が557億円で、まあ、建設費、このアクトシティのこのホールだとか音楽博物館などもあるんですけれども、この全部を大体650億円ぐらいかかってます。で、実はコンペに落札した時の価格は399億円、よく値段付け方で399なんですね。で、消費税も入るんですが、399億円で落札されるんですけれども、その後に何度も制度設計が何度も変えられて、で、変えられるたびに100億ずつ上がっていって、で、最終的に私は決算書で調べたところ650億円が
こういった五大レレコングループに流れた。あまりこう地元にはそれほど、まあ、還元されないような巨大な公共事業なわけですね。で、住民監査請求が始まって、それが退けられて住民訴訟に入っていくんですけれども、まあ、当時の浜松市の一般会計予算が2000億円くらいでした。実はアクトシティが、ここは完成したのが93、4年頃なんですけれども、まあ、その時 の一般会計予算の中の土木費、実に 43%、びっくりです。で、まあ、民生費 10%、教育費 10% ぐらい で当時類似都市の中で1人当たりの民生費とか教育費比較をしてみましたら、ダントツの最下位だったんです、浜松市が。で、土木費は本当のダントツの1位という、まあ、そういうような状況のもとでこの再開発事業が行われたわけです。で、こういった大きな施設ですので年間の赤字額は10億円以上です。まあ、いずれにしましても非常にこうバブル期 の巨大公共事業の一つということで、まあ、今申し上げたのが先ほど言ったこういった再開発に関わるようなこういった公共事業の中の都市計画にあたるんでしょうかね、の一つということになるわけです。で、ちょっと分類でこういったも財政投融資が使われたりするんですけれども、まあ、財政投融資は昔は住宅なども大きかったんですが、まあ、2000年代の財政改革の下で住宅のシェアは非常に少なくなって、で、むしろ道路の幹線道路の割合なんか増えてきたというのも一つの特徴です。で、その一方で公務員の比率っていうのはいわゆる雇用に占める公務員の割合ってどのぐらいか。で、実は OECD 諸国全部並べてみてこれ書いたんですけど、日本は最下位、一番5% ぐらい、まあ、公務員の割合が少ないわけです。でもギリシャショックの話が連日報道されますけど、ギリシャはちょっと真ん中ぐらい、まあ、ノルウェー、スウェーデン、フランスなどの国々が非常に高い公務員の比率になっています。で、社会保障給付はというと、日本が OECD の平均がこの辺りで、で、日本はって言いますとこの辺り、非常に低い水準です。年金と医療保険を除けば上のスウェーデン、フランス、デンマークなんかと比べると、まあ、それこそ半分、3分の1ぐらいは非常に低い水準になっているわけです。で、国民負担はって言いますと、これ潜在的負担率で言いますと、もう 50% 近い、45% ぐらいにまでなってきて、比較的潜在的な負担率も高い、で、社会保障、社会支出の率は低い、まあ、いうような特徴が非常に脅威になってきます。で、もう一つの特徴をちょっと見てみますと、まあ、日本は非常に大きな地方自治体が非常に大きな役割を担っていることで、まあ、日本は 70% 以上です。で、実はアメリカとかドイツとか連邦制の国々とよく似たような非常に大きな役割を地方が担っているわけなんですけれども、まあ、このデータを整理していて改めて思ったんですが、スウェーデンとも似てます。で、スウェーデンは日本と同じ単一制の国家なんですけれども、スウェーデンも非常に大きな地方が大きな役割になっている。で、今度は税源配分は言いますと、まあ、日本が大体6割ぐらいが国税で4割ぐらいが地方税ね、これは連邦制であるアメリカなんかとも似ていて、ドイツはほとんどが国税です。で、地方税なんかほとんどないというのがイメージですね。で、この辺でもスウェーデンとも似てまして、スウェーデンも大体6割ぐらい約が国税で4割が地方税で、高みがかなり日本とスウェーデンでは違うということで、これよく言われるんですけれども、国税と地方税の割合は3対2なんだけれども、支出面では国と地方に対算で、この約間を埋めているのが地方交付税やら国庫支出金ということで、まあ、交付税やら地方交付税やら国庫支出金、非常に重要な役割を担っているのは事実です。で、
実はこれがそもそもちょっと今日の一つの大きなテーマでもあるんですけれども、まあ、非常に公務税などは非常に重要で、地域間格差を是正するためには非常に大きな役割を担っているんですけれども、先ほど申し上げた非常に今は公共投資が非常に盛んに行われてきました。でこれを支えてきたのが、まあ、実はこの地方交付税が非常に大きく関わってきたわけです。でこのアクトシティなんかでも地方単独の公共事業で建てられたんですけれども、まあ、一部交付税で措置されている部分もあるわけです。で、まあ、そのように考えますと国の借金がこのふうに増えるのに伴って、まあ、一時景気対策のために地方総動員体制でということがよく言われましたが、その2個は合わせる形で地方の借金なんかも非常に大きく増えてきたということが分かるわけです。でこれ地方再計画、まあ、これも国の中で47都道府県1700余りある市町村の地方再の計画なんかもきちっとこう決められていくわけで、まあ、このちょうど90年代に入ってから2000年代にかけては非常に高い水準の地方債が発行されていたということも分かります。で地方の単独の公共事業をするためにずっと交付税が使われてきた時期がありました。で交付税が財源が足らないということで特別会計のところでまた新たに資金運用部っていうところから別な形で年金基金だとかそういうものをプールしてあるところから借金を繰り返してきていて、まあ、よく隠れ借金と言われているものなんですけれども、まあ、これが一時50兆円にもなりました。で今では30兆円地方負担分が残っています。まあ、いうことで今申し上げたように非常に日本は借金が非常に高いように言われている国家的な体質っていうのがずっと定着をしてきたわけです。で、その一方でこの10年間ぐらいの間に格差貧困が非常に広まったというのが一つの大きな特徴として言えるのではないかと思います。で、この20年あまり近くでしょうかね、1990年代半ばから現代までの文献改革についてちょっと次に見てみたいんですが、ここに私はちょっと文献改革っていうのを括弧で書いてるのは本当の意味の文献改革ではないという意味なんです。で、まあ、最初の頃は日本っていうのは非常に中央集権型の、まあ、国家で、でそのためになかなか地方分権とか地方自治っていうのがなかなか保障されにくいということで、95年の時には明治以来続いてきた非介入にも廃止をして、そして税源移譲をして、で地方 の財源というのを非常に豊かにしていきましょうという議論があったのは、まあ、事実なんですけれども、まあ、90年代 の後半ぐらいから財政構造改革の中にすっぽりと文献改革というのが入っていきます。そのために、まあ、いわゆる国の補助金や交付税を削って、で財政構造改革を進めながらその受け皿として市町村を合併させていくんだというような展開が非常に強く出てきたわけです。そして2000年に文献活動が施行され、そして2000年代 の2002年から5、6年ちょうど小泉内閣の時に、まあ、三位一体の改革が行われていたわけで、皆さんもご存知と思いますけれども、わずかの間に9兆円もの交付税や補助金が削られて3兆円だけが税減税された。でその過程で義務教育費国庫負担金の国の負担率が引き下げられたり、あるいは保育所運営費交付金が、まあ、廃止になったりというようなそんな展開があったわけです。そして、まあ、2009年に政権交代をされ、そして地域主権改革で一部一括交付金の課が進められていくようになります。でそのところちょっとね少し詳しく見ていきたいと思いますが、
99年イガペイ特例法が改正されて、まず第1期目が2005年3月末まで、でこの時にはあの合併特例債を発行すれば7割の自己負担を面倒見ますよと、まあ、安心して借金をしなさいという形であの合併が進められ、で大量にあの合併特例債が発行されていったわけです。でまあ、安心できなかった話は後で、静岡の例で、あの借金だけが残った話は後でしたいと思いますが、で2005年に期限を迎えると、この2010年3月まで合併新法ができて、で結局のところあの、まあ、10年ぐらいの間、勢いで合併が進められてきたわけです。で、あの3232あった市町村が、まあ、1700余りにまで、わずかな間、統合されて変更されたということで、まあ、この今いらっしゃる静岡県でも、74の市町村がありました。それが2010年3月の時点で35、今静岡県民は市町村って言いません、村がなくなっちゃいましたので市町って、なんか私すぐ市町村って言うんですけど、村がないので市町って何のこっちゃと思うんですけど、あの村がなくなってしまったわけです。で、あのまあ、こんな形で、つい最近までもね、いろんな合併が進んでおりました。で、もう一つが、ちょうどあの合併と並行して、三位一体の改革がこう行われていったわけなんですけれども、ちょっと見にくくってすいません。2003年から2006年の間に4兆7000億円の国税が削減されて、そして2002年から2006年の間に5兆1000億の交付税が削減されていくんです。でちょうど市町村合併が一番激しく進んだのが2004年2005年、この辺りが一番交付税や補助金が最も削減された時期とも合致するんですね。あとちょっと2004年に2兆9000億の交付税が削減された話だけ覚えておいてください。後でこの地獄を静岡市が見ることになります。でもう一つがあのちょっとあの古い話なんですけれども、ちょっとこう三位一体の改革の時にあの夕張市が財政破綻をするんですね。で私は夕張市よくモラルハザードだっていうことをよくあの言われることがあるんですけれども、私はモラルハザードというよりはあの国のいろんな政策の犠牲になった部分が非常に強かったのではないかなというふうに思います。で、まあ、炭鉱の町であったわけですけれども、まあ、87年に政策閉鎖が決められ、そして雇用が失われていく。でその後あの観光開発、リゾート法に乗っかる形で観光開発に手掛けるんですけれども、バブルが破綻して、あのリゾート開発を手掛けていた松下幸さんが撤退をしていると。で炭鉱の企業城下町が破綻し、次にリゾートの企業城下町としても破綻をし、そしてあの三位一体の改革であの最後のとどめが出されてしまったのが、非常にこう夕張市が典型的に出てきたのではないかなと思ってます。でその夕張市があの破綻をした直後にあの地方財政健全化法というのが作られて、4つの市場あの赤字実質赤字比率、連結実質赤字比率などあの特別会計も含めて、まあ、赤字の比率がある程度よりも高いと国の査定あの非常に厳しいあの査定をしますというような形で、まあ、4つの市場が作られたわけです。でこれもちょっと平成で書いてしまって申し訳ないんですが、昨年までですね、あの2011年まで毎年ちょっと比率を厳しくしていたわけです。で早期経済化団体というのはイエローカードで、財政最低基準というのがレッドカードと呼ばれているんですけれども、まあ、あのこれがあのどういうところに一番私が影響を受けているのか、あとちょっと調べて通算をしましたのは、あの特にあの連結実質赤字比率で見ますと、やはりあの公営の病院というのは赤字が大きい。あと国民健康保険、ここも非常に赤字が大きいわけです。でそういったところを直撃をしたのが、やっぱりこの4つの市場ではなかったのかなと
思います。で特にこの御師場が作られるちょっと前でしょうか、自治体の病院の3分の2で非常に大きな赤字だったということで、非常に影響出るかじゃないのかと調べてみましたら、2009年には北海道でいち早く31の公立病院の廃止が決定されています。でやはり各地域に行けば行くほど公立病院の比重って非常に大きくて、大きな役割を果たしてらっしゃるんですけれども、果たしてるんですけれども、そういうところほど大きなこうメスが入ろうとしている。まあ、あとはいろんな自治体で病院の統廃合、静岡県内でも病院の統廃合や指定管理への移行などが進められています。で先ほどのこのレッドカード、イエローカードはこれ2009年の時なんですけど、夕張、赤平、大滝村、3つがレッドカードで、イエローカードの自治体は40、北海道から沖縄まで、まあ、過疎問題や貧困問題を抱えていたそういう自治体が多かったように思います。でその中で福島第一原発の立地している双葉町なども入っているんですね。原発事故の前ですけれども、まあ、原発関連の交付金があるから豊かに見えるかもわからないんですが、それでいろんな箱物などを作ると逆に維持管理が非常に大変になってくる、まあ、そういうのの典型で、ちょっと沖縄の研究者なんかもよくおっしゃるには基地交付金たくさん配分されているけれども、それでいろんな公共事業をすると逆に首を絞められるような、学生がよく10万円で1ヶ月生活していて、自転車しか乗ってない学生がただでいいからベンツをやろうと言われてベンツをもらったと。でそれから打ってはいけないよと、維持管理費は自分で払いなさいよと言われて、で年間60万円ぐらい余分にお金がつくかかってしまって、ちょっと大変な目に遭っちゃったみたいな、そういう話をこの間沖縄国際大の先生がされてて、ちょっと私これ使ってみようわかりやすい例で、この浜松もね、アクトシティも10億円以上の赤字、まあ、こういったような問題っていうのが今現在もいろんな自治体で起こってきてます。で、サミットの改革の時に税減税が行われたんですけれども、国税から地方税で3兆円税減以上がされたんですが、まあ、その過程でやっぱりどういうふうに負担が変わったのかっていうのを見たのがこれで、これ年金収入が200万円で70歳での単身の方の場合です。2005年住民税非課税で国民健康保険料が3万2000円であった方が6万円の負担であった方が、2007年には住民税は2万4000円で、所得税も1万円だけ減税だけれども、国民健康保険料が2倍、まあ、全体で2倍近い負担になっている、まあ、いうことで、まあ、この間出てきた問題、ちょっとね、簡単に見ておきますと、いろんな自治体がイエローカード、レッドカードを突きつけられると大変だというので、人件費カットを進めたり、公共料金を引き上げたりしている。で一方で自治体の財源不足もこの間ずっと拡大をしてきました。2007年 4.4 兆円だったのが2010年で18兆円 で2011年14兆円で2012年13兆円で、これは総務省のデータでなんですけれども、まあ、ちょっと落ち着いてはいますけれども、依然として非常に財源不足が大きい。そして先ほどの生活保護の話にもありました通り、今210万世帯を突破している。一方でものすごい勢いで遠隔化の動きなんかもあるということで、まあ、こういった課題にどう答えていくのかというのが次の課題です。でちょっとここは簡単にしておきたいと思うんですが、今年の政府の一般会計予算を見ますと、大体社会保障関係費が23割弱で、国債費が4分の1ですね。で地方交付税が 18% なんですけれども、まあ、税収のところを見ますと、確かに公債金が44兆円で、税収等が42兆円ぐらいしかないので、この辺りの国費の財政どうするのかっていうのも一つの大きな課題であるのは
は間違いないんですけれども、まあ、そういったような状況のもとで民主党のもとで地域 主権戦略大綱が作られ、そして地域主権の一括法が制定されていってるわけです。でその中で一つの大きな特徴は補助金を一括化するっていうこと、あるいは同種制の理論などもまた一部では再現をしてきております。で、まあ、例えばちょっと一括交付金化の話ちょっといろいろ書いてあるんですけれども、例えば今まで紐付き補助金で全部各省庁が持っている紐付き補助金、これが利権の温床になっているんだということで、これを一括交付金にするということがこうマニフェストでも言われてたわけです。ただ実際どうなのかというのを見てみますと、各省庁が非常に反発をしたりいうこともあったり、あるいは計画執行点検で最後に至るまできちっとこうチェックをする、評価を行うということがちょっと主張されてますので、まあ、地方の自由度が高まるっていう意味では骨抜きになりかねないようにも思います。でまた一括交付金については今社会保障、社会地方整備についてだけ都道府県と政令市にだけ一括交付金化が一部進められています。でまた沖縄県にも一括交付金化が進められています。で今まで沖縄の県内の市町村にそれぞれ交付金などが配分されていて、で基地を受け入れたところには多くするけれども受け入れなかったところには少なくするとかいうような操作が行われたりもしてたんですが、今年からは県内閣府から県に一括化されて、そこから市町村に配分する形に変わっています。でこれがどう出るのかは分かりません。どういうような影響が出るのかまだ始まったばかりなんですけれども、ただ昨年度の予算から比べますと 20% 増しになってます。ある意味では、まあ、これは基地を引き換えとオスプレイも入るということ言われてますけれども、まあ、そういったものとバーターで被災地の財政かと思うぐらい沖縄県に対しては一括交付金が上乗せされたりもしてるんですけれども、まあ、それはどういうふうに出てくるのかというのが大きな課題だと思います。で、まあ、同種制についてもまたいろいろ議論が、まあ、あって、現在いろんな案があるかと思いますが、ちょっと昔から都道府県を存続させるっていうプランと、都道府県は廃止をしてしまって一挙に同種制にするプランというのが、まあ、ずっと錯綜してましたけど、今議論されているのが都道府県は廃止にしてしまうというようなプラン でさらにこう市町村合併も同時にさらに行う、これは自民党政権、自公政権時代なんですけれども、少なくとも10万人以上、あるいは結構30万人以上にまで市町村合併をさらにこう進めていく、まあ、それが前提での同種制議論というのがずっとあったのは事実です。で今財界サイドの方でも経団連とか関係連などは同種制に向けた動きというのをずっと進めていて、で経団連の進めようとしているようなプランっていうのは要するに官の役割、公の役割をもうとことん縮小させゼロベースにして民の役割を非常に大きくするんだ、ね、まあ、いうようなこと、あるいは消費税や所得税などの大半は州などに移してしまって、で地方財政調整制度も、まあ、基本的にはなくしてしまう、で一部水平的な調整に変えていくだとか、まあ、私はちょっとこの論理でいきますと非常に地域の格差で、地域エリア外での格差っていうのがさらに拡大するようにも思います。例えば東海州っていうのができれば、私いつも静岡県の人たちも言ってるんですが、名古屋に集中してしまって静岡っていうのは非常に衰退が加速化するのではないかと言ってるんですけれども、まあ、こういったような問題などもあります。でそこで文献改革をめぐる2つの道ということでちょっとまとめておきますと、今言われている
文献改革っていうのは公共部門の役割とことん縮小させ、地域間の競争させ、地域を自立させる。で、まあ、この流れは地域主権改革になっても変わらないというふうに思います。でむしろ私たちは後半の部分、まあ、参加型地方自治、まあ、前半の部分でもこの辺って具体的に議論されてたかと思いますけれども、まあ、地方自治、住民自治をどんどん進めて、まあ、情報会議、住民参加などもどんどん積極的に進めていくというような方向です。で、ちょうど30分になりましたので、残りの30分は具体的な事例の方にちょっと入っていきたいと思います。で今申し上げたこの文献改革の巡るこの10年間の過程の中で全社の議論でどんどん進んできたわけです。でその過程でものすごい勢いで市町村合併が行われたんですけれども、まあ、静岡県内は大体平均ぐらいです。全国47都道府県で、あと広島市だとか広島県だとか愛媛県で長崎といったところ、非常に市町村合併が激しく行われましたし、北海道はそれほどでもないというような形で、全国いろいろなんですけれども、大体静岡は平均と思っていただければいいかと思います。でこの静岡市ですけれども、合併前の静岡市は人口40万人余りです。で24万人ぐらいの清水市とまず合併をしたんですね。そして72万人の都市になりました。で現在は政令市になってまして、葵区、駿河区、清水区って3つの区になってます。で2つの市が合併して3つの区になったので、私あまり意味がないんじゃないかな政令市になる意味ってあったのかなと思ってはいるんですけれども、まあ、合併をどういうような状況になったのかと言いますと、現在、ね、ちょっと2003年に合併をして2006年の頃までちょっと調べてみましたら、産業別な就業人口も38万人から35万人にまで減ってましたし、特に建設業製造業関連では1万5000人も減ってました。そして企業の倒産状況なんかも今見てみました。2004年の清水地区、静岡地区両方でも結構な企業の倒産などもありましたので、決してこうバラバラではないことが分かります。でまたこの間全国的に貧困化、平均所得で見ますと10年間ぐらいの間に世帯の平均所得は100万円ぐらい下がっています。でその中で静岡市も生活保護世帯が上げていて結構増えてまして、まあ、1000人あたりでのパーミルで見てるんですけれども、2003年まあ、4000人ぐらいだったのが2007年には5000人余りになってます。でまた国民健康保険で見ますと、まあ、国民健康保険大体全国で 40% 余りぐらいの方々が加入していらっしゃいますけれども、静岡市の場合は約 50% ぐらいの方が加入をされてます。でやっぱり国民健康保険料が毎年のように引き上げられてますので、まあ、払えないくらい、ちょっと要するに負担が多くて払えないで、資格証明書、短期証も含めて発行されている世帯が、やっぱ2006年の時のデータなんですけど、3000件ぐらいもあったわけで、まあ、非常な勢いで貧困問題なども進んでいるかと思います。でそんな静岡市で、まあ、どんなような経過を経て市町村合併が進んできたのか、ちょっと簡単にちょっとご紹介したいと思います。で遡れば1989年ちょうどバブルの時です。まあ、このアクトシティの開発などもねその時期なんですけれども、この静岡清水の合併の議論もその頃ですね。で当時五市五町って静岡県って東西にちょっと大きな県なんですけれども、中部の真ん中のところの市町村を全部こう合併させてしまうぐらいの大きな合併をする計画がありました。
で、その時にちょうど政令市って200万人ぐらい基準だろうということで、あの五市五町合併して政令市っていう協定会ができて、でちょうど静岡と清水の間にあるあの旧国鉄の未利用地があるんですけれども、その未利用地をどういうように開発するのかという議論が当時ありました。でそこを静岡と清水と合併させて、その真ん中のところに新しい拠点都市みたいなのを作っていくという、まあ、あの構想なんですね。でそこであの静岡県があのグランシップって呼ばれる、まあ、ちょっとこのアクトシティよりもちょっと大きくしたようなイベントホールを500億円、ね、これ土地代を含めるとあの700億か800億くらいか、あのものすごく大きな投資を行ったイベントホールを作ります。でその周辺の核整備事業などもその後に市が400億円くらい出して1000億円ぐらいの国土投資をやる形であの進めていく。ちょうどそのちょうど後くらいに清水 の, あの地元 の, あの青年会議所の方々があの、まあ、議員を30人減らして市の職員に1000人減らして、そして人工島を作ってそこに新交通システムを走らせていくという新都心開発、つまりあの、まあ、港未来とかお台場の開発のミニバンみたいな、あの日の出ウォーターフロント構想みたいなのが当時言われて、こういう開発を、まあ、あの行えば豊かになるんじゃないかというようなことで、あの合併の署名活動が始まっていきます。そしてあの一応は住民発議という形であの合併協議会の設置を求める署名が集まります。で当時あの合併をしようとする自治体は合併協議会を設置することができるっていうふうにあの合併あの特例法では言われてまして、で合併協議会の設置イコール、まあ、合併推進ということになるんですけれども、まあ、当時署名を集める前の合併協議会っていうのは合併の是非を問う場なので、まあ、あの賛成でも反対でもいいですからあの署名してくださいっていう形で集めてられたようです。まあ、そういう形でちょっと合併協議会が住民発議という形で進められていきます。そして2001年の頃っていうのは新市建設計画が発表されるんですけれども、全部 の, あの計画あの全部合算しますと1兆円ぐらいになるぐらいの巨大なあの開発計画などが目白押しのものでした。でそんな中で2002年にあの住民投票条例を求める署名が10万人分ぐらいこう集まっていくんですけれども、両市議会で否決をされてしまいます。で実は静岡高校もあの住民投票を行う県民投票条例を求める署名を行い30万近い点数でしょうかね集められるんですけど、県議会で否決されてるんですね。であの合併の方も同じような形で否決されるんですが、当時有識者対象のアンケートを行った結果などを見ますと、合併反対の方が旧静岡でも旧清水でも両方がでも多かったというような結果などもあって、要するに何のための合併なのか、無駄ないろんな箱物を作ったり公共事業をやるための合併ならやらない方がいいんじゃないか、もっと地道なこう街づくりなどをする方がいいんじゃないかというような議論を非常に盛んに行われていたのも事実です。まあ、そんなあの議論がそれの中でこう合併をしたということ で, であの当時の新市建設計画を見ますと100億円かけてバーチャル水族館とかオペラハウスを作るだとか、あのそういったような計画が目白押しでした。で要するに480億円の合併特例債が発行できる、で7割国が面倒を見てくれるんだったら350億円ぐらいあの交付税で補填されるんだったらチャンスだみたいな感じで、でまあ、バラ色の開発構想、合併構想っていうのが作られ、10年間で1兆円以上の税内税が増えるんだということで、あの諸村合併の新市建設計画が進められていったわけです。でその後どうなっていったのか、あのちょっとね、あの私ちょうどこ の, あの合併前に市町村合併と自治体の財政っていう本を2001年に
ご出版をしたんですね。でこういうことになったらダメじゃない、問題があるんじゃないかということを言ったんですけれども、書いたんですけれども、なんかちょっとこの検証しないといけなくなって、検証してると私の予言通りになって、なんか悲しいんですけれども、どうなっていったのか話をねさせてもらいます。で2003年に合併する。で合併した都市は地方債発行額前の都市の 32% 増しです。で合併初年度にやっぱり非常に払い色だっていうことをアピールするために、地下の非常に立派な駐車場をオープンさせたり、駅の南口の再開発事業を完成させて、静岡科学館というのを作ったり、華々しいことから始まるんですけれども、まあ、その後にちょうど2004年、さっき2004年に2兆9000億の交付税、これに臨時財政対策債と呼ばれる、まあ、借金をさせておいて、の後で交付税で 100% 補填するというものも含まれてますけれども、その3兆円の交付税がこう全国的に減らされた時に、市の財政が非常に大変なことになっていくわけです。当時の一般会計予算が2000億円余りです。実質で2500億円弱ぐらいでしょうか。でその中で市の税収は30億円ぐらい下がる。で交付税はその臨時財政対策債って呼ばれる赤字地方債も含めると70億円ぐらい削減になっておりますので、合わせると100億円財源が足らない、お金が足らないなったわけです。で100億円足らないからどうしたのかということで、まず人員削減とか給与カットなどで 3.5% 削減です。で議員についても法定の上限をさらに3議席減らしています。で投資的経費も 20% 以上削減するんですが、駅前再開発事業だけはやっぱりこれは合併記念事業なんで手掛けていくというような形で、特に静岡の駅前再開発と清水の方の駅前再開発事業、あるいは土地区画整理事業などには合併特例債などが当てられていくことになります。でまた区役所ができますので、その区役所を作るのに20億円で、電車システムが新しくなったので19億円などで、そういうような状況でまだまだ100億円の財源不足は解消できないということで、福祉や教育、ゴミ処理、どんどん民間委託に進めていきます。でゴミ処理から子ども科学館、上下水道、あと学校用具員さん、学校給食、保育園など拡大をします。さらに静岡県の方も一つの市になったんだったら、今まで商業高校が2つ清水と静岡に両方あったんですけれども、工業高校も商業高校ももう一つにしてしまうという計画があります。工業高校はすでに一つになりました。で商業高校は今度統廃合になります。そしてそれでもまだまだお金が足らない、どうしたのか。財源不足額を賄うために積立金が42億円あったんですけれども、そのうちの40億円を取り崩しています。それ他の積立金も17億円取り崩してまいるということで、積立金を取り崩しながらなんとか補填をする。ただ合併特例債は2003年4年度だけでも143億円が計上されています。でさらに公共料金の引き上げと増税が始まっていくんですね。で特に静岡清水って合併前は清水の方が公共料金全部安かったんです。で国民健康保険料が清水の方で最大で2倍に引き上げられました。で所得解消215万円の改装で13万円から27万円で、これ清水市立なんですけど、幼稚園の入園料がゼロだったので2400円、でこの学童保育料清水で月1500円だったのが2000円。ちなみに静岡市の学童保育料私
まあ、当時今は子どもたち2人とも大学生や大学院生になりましたけれども、当時あの学童保育に子どもを預けてたんですが、静岡市の場合は9500円です。で清水が1500円、まあ、料金に差があるわけですよね。で低い方をどんどん上げている。でこれ清水市立の看護学校の料金なんですけど、7万円から10万円日給に 40% 引き上げ。でさらに成人式になったってことで、あの市街区域内のうち、これ宅地並み課税が完全実施されることになって、あの固定資産税があの16億円、中には5倍10倍にこうあの跳ね上がっていったあの方もおられます。でまたあのしばらく下水道料金はそのままにしてたんですけれども、2006年からあの一元化をして市民技術が大幅に引き上げられたり、でまたあの、まあ、サービス面で言いますと、寿乗車券と言われる高齢者向け のバスの無料カードがあったんですが、これ静岡市だけがしてたんですけれども、そういうものをなくしたりして、であの学童保育でも清水は低学年が中心で、あの静岡が高学年まで、でこういったものは低い方に合わせるという形になりましたので、まあ、サービスは低い方、負担は高い方っていうのを非常に顕著に行っていったわけです。そしてあの静岡市、まあ、実際に2003年から2005年までの間に79の事業が進められて、で交際比率は2006年 17% 県内で5位、1位は熱海で 18% で 1% しか変わらない。でこれの合併ちょっと見にくいんですが、あの合併特例債を当て込んだ関連事業です。であの一番大きいのはあのその東静岡のいわゆる再開発に関わるような拠点整備事業70億で、清掃工場も小さい清掃工場が清水の方にあったのを廃止して、あの巨大な清掃工場、これ300数十億円かけたあの類似都市の中では最大規模の非常に立派な清掃工場を作って、これに100億円ぐらい合併特例債を当て込んでます。で今あの人口が減ってゴミの量も減って、でどんどんゴミが減ってますけれども、巨大な清掃工場1つあるのにまた2つ作ってしまって、どんどんゴミが不足して、あの慢性的な今ゴミ不足に陥っているようで、そのゴミ不足を賄うためにまた化石燃料を入れたりという、あのとんでもないあの環境に優しくない政策が今取られているんですけれども、まあ、いずれにしましても合併特例債を使った事業を一つ一つ見ますと、まあ、通常 の地方債で本来ならできるようなものをやってますが、プラスアルファで行っているような事業などあのたくさんございます。そして例えば2009年どうなったのか、民生費と土木費、2009年頃いろんな自治体で見ると民生費がどこの自治体が一番多いんですけれども、静岡市の場合は民生費と土木費同じです。金額びっくりするぐらいで、あの税収は法人市民税を中心に41億円も落ち込んでいて、税収が足らないということで臨時財政対策されて赤字地方債は104億円も発行して、それでもお金が足らないということで、あの市債も64億円増しであの増発して、で財政調整資金積立金も35億円また取り崩しています。で、また2010年度新東名がようやく、ね、今開通されてるんですけれども、その新東名のアクセス関連の道路投資にはかなりお金がかかってくるということでなってるんですけれども、ただあの2010年度もあの2年連続 のマイナス予算になっています。で2004年あの10年度はご存じの通り、あの一時だけ子ども手当ができて、今あの所得上限が作られて児童手当に戻りましたが、その一時だけ子ども手当ができた時に国から地方に出てきたあの子ども手当新設分が上乗せされていますので、民生費が大きくなったようにも見えます。で、まあ、一時あの土木費の中でガンダムってあの東静岡、さっきから東静岡行ってるんですけど、未利用地をどうするのかということで、あのお台場にあったガンダムを一時あの
こちらに設置をしてイベントなどをやってた時期もありました。その時に8億円計上しています。いずれにしましても財政的に非常に厳しい状況が続いていて、でこれが一番言いたい、2003年に合併して国税と人民財政対策されて合併当時ここだったんですね。増えるだろうって思って合併したわけです。合併特例債発行すれば国税で措置されるから。でも合併後から減りました。三位一体の改革で、で政権交代になる前どん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 減っていって、その過程で公共料金引き上げられたりサービスが削られたり、市民にとってみれば全くいいことのないような状況というのはずっと続いてきたわけです。で一方では市の借金どんどん増え続けていて、で通常債はこんなふうに減ってるんですけれども、合併特例債が増えてます。あと退職手当債と積み立て金本人手をつけてしまいましたので、退職者に対して退職金払えないから退職手当債という調査を発行してっていうことで、そのためにまた合理化をしないといけない、ということで、今非常に社会資本整備などが非常に進められる一方で、自治体の人らなんかも非常に多く行っています。で事務事業の見直しなどもものすごい勢いで進められ、そして、現在でも毎年2008から2011年度までだいたい190億から110億円ぐらいの間での財源不足で、そんな中で国民健康保険料などは毎年のように引き上げられています。でちょっとまとめてください。浜松の市町村合併の話をするとまとめてくださってきたので、ちょっとだけ話をします浜松市は12市町村合併をしました。で最初はね、12市町村合併をして地域自治組織を残すということで注目はされてたんですけれども、合併当初からリストラっていうのが一番 のポイントに挙げられて、そして鈴木自動車 の会長さんを座長とする行政改革推進委員会っていうのが作られて、最初からリストラです。浜松市の職員も1割カットで、学校給食、先ほど出てたような学校給食や清掃事業などはどんどんアウトソーシング、保育所は民営化や廃止で、小学校の統廃部にどんどん進めているという。そして一番北側の三郷町では学校が1つしかないのにこう廃校にとなったりということで、議員の定数も法定の上限よりもはるかに下回る、合併前は216人いたんですけれども今は48人、特に北側の小規模な自治体の方が議員には選出されなくなってきて、なかなか声も反映されにくくなっているようなことになっています。で私は先ほど初日新聞社と一緒にアンケートを取ったものを最後にちょっと紹介したいんですが、合併した自治体としなかった自治体のそれぞれの住民にアンケートを取りましたところ、合併しなくてよかった、合併しなかったところに対して住民で7割です。で合併した自治体変わらないっていうのは多分市の中心部に近い浜松市であれば旧浜松市の住民だろうと思うんですけれども、変わらないっていうのが7割ぐらいいるんですが、やや悪くなった、大変悪くなったっていう人たちが2割いて、特殊は非常にこういうような地域の人々にマイナスの影響を及ぼしたのではないかなと思います。でそんな中で浜松市の北側に佐久間町あるんですが、旧佐久間町では頑張らないか佐久間で NPO を作って、いろんな地域おこし NPO タクシー事業っていうのを作ったり、成人式やら敬老会なども町ぐるみで行ったりして、なんとか合併前のいろんな地域の機能を担保しようという形で、取り組んでいらっしゃいます。注目はしていきたいと思います。でそこで最後に終わりなんですけれども、よく議論されるんですが、市町村合併をしてしまった自治体で非常に注目されるいい事例っていうのがほとんどないですね。総務省がこの間どっかないですかって言われたんですけど、ないです。私胸を張って私言えますが
合併していなかった自治体で逆境をまねに非常に大きな取り組みをしているところが非常にたくさんあります。でつい最近沖縄島の離島の海士町にも調査に行ってきました。で NHK などでもよく報道されて有名なんですけれども、ここは本当に合併をしてしまうと隣の大きな沖ノ島島っていうのがあって、そこに吸収されてしまうことで、島一つで小さな町なんですけれども、2400人ぐらいの町は合併しないことを住民とともに決めて、そこからもう高校魅力化プロジェクトをやったり、子育て支援条例を作ったり、いろんなベンチャービジネスに対して支援を行ったりして、今 I ターン U ターンが非常に増えて、若年者も増えています。非常に注目をされていて、今経済産業省とか文科省だとかがモデル地区みたいな推奨してるみたいです。で、また盛岡の場合は貧困をたらい回ししない取り組みをやってまして、窓口に来た生活に困っている人は窓たらい回しをしないで、で場合によっては弁護士さんを呼んで保産整備をしたり、あるいはさら金地獄に陥っている場合には信用請求がありますから、こちらの比較的低利の方に変えるような斡旋をしたり、こう生活をゼロから進められるような取り組みを地域と NPO など方々が協力してやっておられるということで、私2年前に行って感激したんですけれども、こういった取り組みなども非常に注目されるのではないかなと思います。すいません、ちょっと延長してしまいましたけれども、ちょっと長時間にわたりましてご清聴ありがとうございました。